てと願ったのです。アリシュは目覚めたように、さらに強さを増して、まるで私の頭の中のようでした。雨と風は荒れ狂っていました。自然の光の中には大きな自然のパワーがありました。すると突然すべてが止み、雲たちは消え去りました。そしてとてもきれいにバランスの取れた交響曲のように、空のカーテンが開いて虹が見えたのでした。